中京競馬場は第10競走です。地田特別芝 1200m 混合戦3歳以上2勝クラスのメンバーによります競争です。この時間になりまして天候の発表も晴れと変わっています。馬場のコンディションは芝が重、ダートが不良のコンディションです。風が若干強くなって非常に爽やかに感じられます。向こう上面中ほど芝 1200m スタート地点、全馬収まってスタートしました。ほぼ揃いました。さあ先行争いです。まず促して上がっていく7番のダテボレアス、前の位置、内から接近2番のフレジールミノル、そして外からは大勢ブリリオ、大勢ブリリオは花を切っていきました。そしてその後方から2番のフレジールミノル、7番のダテボレアスが現在3番手の位置につけています。そしてその後の集団ですが、内1番の西野デフィレが行っています。さらに外からは5番のヤマニンアンフィルがポジションを上げて、さらにその圏内外目6番のベンガンが追走、あとは下がりました8番のヤマニンプティパが追走しています。エコロデイジーに、さらに10番のカーフライターク、そしてその後方から3番グレナデンシロップという体制です。さあ各馬が 3,4 コーナーの中間地点へとかかるところです。さあ先手を奪っているのはわずかに現在9番の大勢ブリリオ。第4コーナーカーブから直線コースへと向かって残り400を通過、そして外からすっと接近する7番のダテボレアスが並びかけていきました。さあダテボレアスが外目から並びかけていく、そして間をついた、さあ湘南マッハも前に接近する構えを見せている。さらにオーストをつけてエコロデイジー西野デフィレ、エコロデイジー西野デフィレ、5番のヤマニンアンフィルが猛然と足を伸ばしてくるが、先頭は大勢ブリリオ、大勢ブリリオ、そしてヤマニンアンフィル、オーストからエコロデイジー五輪、間には2番のプレジールミノル4等生戦。